ベーススペースとはというところから始めさせていただきますが、この中でベーススペースをご存知の方、挙手お願いできますでしょうか。ご存知でない方、挙手お願いできますでしょうか。起きてらっしゃる方、ありがとうございます。これで最後ですので、頑張っていきたいと思います。かなりの方、半数以上の方ご存知ということで、サクサクと進んでいきます。ベーススペースはイルミナの提供するクラウド環境です。メールアドレスを持つ方なら、どなたでも解析や情報のやり取りをクラウド上で行っていただくことができる環境です。イルミナ製品をお持ちの方でも、お持ちでない方でもお使いいただくことができます。デフォルトでデータセットをご用意しておりますので、ベーススペースにログインしていただければすぐにお試しいただける環境を整えております。土台としましては、Amazon さんを使わせていただいております。1アカウントあたり 1TB の領域がフリーで使用できます。こちらがベーススペースの基本概念図になっております。一番左下から始めますけれども、弊社の装置からシームレスに接続することができ、ベーススペースからリアルタイムモニタリングで、シーケンスの進捗状況を見てですね、進んでいる具合を観察していただけます。また、逐次アップロードを行っておりまして、このためシーケンスが終了した直後にですね、4分後ぐらいですね、ファストQが自動生成、開始、ファストQ自動生成が開始されます。つまりデータをそこから丸ごとアップロードとかいう時間がかからないというところが利点になります。でベーススペース上では、データ保全、データ管理、またデータの削除やフォルダの追加などを行っていただくことができまして、ファストQをスタートとして各種アプリを実行していただくことができます。またそのランのデータですとか解析のデータをですね、他の方とシェアしていただいたり、丸ごと LAN のデータの権限移譲などを行っていただくことができます。アプリをブラウザから楽に実行していただいて、また解析パラメータですとかアプリを変更してそれをいくつも実行していただいて、簡単に解析を比較していただくことができます。実行はマウスボタン、ボタンクリップ、あとはフォルダ名を書くとか、そういうその程度でして、あとは解析が終わりましたらメール通知が飛んできますので、それを待つだけということになります。特に特徴としましては、やはりシーケンサーと関連付けているというところで、サンプルの情報管理、またシーケンシングランの管理ができるというところは特徴になっております。またシーケンス中にデータを逐次アップロードしますので、繰り返しになりますがゼロダウンタイムということと、データ管理、データシェア機能、また、各種アプリの開発環境、デベロッパーポータルというサイトを用意しておりまして、ご自分のパイプラインを載せていただくということも可能です。で、こちらが、ワークフローの一例になりまして、RNSync のワークフローと呼んでいるものの図になります。弊社の場合ですと、キットを買っていただきまして、サンプル調整、自動装置をリリースしましたので、ネオプレップなどを使っていただいて、その後シーケンサーにかけていただきます。でここからはブラウザーでリアルタイムモニタリングをしていただいて、ファストQが自動生成されましたらメール通知がいきますので、じゃあ解析やるかというところで、弊社のベーススペースのアプリですね、この青い背景で書いてあるものなんですけども、こちらを選んでで、サンプルとあとクラウド上の書き出しフォルダーがどこかぐらいを選択していただいて、あとはデフォルトのパラメータが気に入らないようでしたら変えていただいて、コンティニューを押しますと、しばらく待っていただきますと、また解析終了通知のメールが参りますので、その後さらに別の解析にかけていただいたり、解析にかけられたい場合には次のアプリを選んでいただくということになります。このブルーの背景のアプリはですね、これはトップハットを中心としたワークフローが入っているアプリでして、右側こちらはカフリンクスを中心としましたディファレンシャルエクスプレッションのためのアプリなんですけれども、これを選んだ後にこれを選んでいただいたり、また、途中のストップがなくてですね、スターと呼ばれる RNSync の
解析ツールを内容しておりますアプリを選んでいただいたり2種類ご用意しておりますので1つの RNS 用のアプリがあるというわけではなくて多数選んでいただくことができます。でそれが終わりましたアプリは他社製のアプリでパスウェイ解析をしていただいたりですとかあとは弊社 の, あのアプリなんですけどラボアプリと呼ばれるものを作っておりましてこちらは あんまりリリースする前に検証を行って簡単にしか行っていないんですけれどもいち早く人気のアプリをご提供するという姿勢でリリースしているアプリになります。こちらではアノテーションをつけていただいたりとかすることができました。アウェネシックでこれは、ネクストバイオトランスポーターというアプリなんですけれども弊社の中にあります、アノテーションデータベースを使ってアノテーションをつけるというところでアウェネシックのワークフローと申しましてもご自由にこのアプリを選んでいただいて組み合わせてそのユニックスのコマンドのパイプのような感じでつなげていただいて解析を行っていただくということになります。でまた別のワークフローなんですけれども詳細を書きまして同じことでしてマイクロバイオロジー括弧でのこと書いてありますがこちらはラボアプリをスタートから使っていただいて組み合わせていただくことができますしターゲティッドアナリシスと書いております弊社のパネル製品向けの特定領域に対する解析アプリなどもありましてこちらを実行した後に他社製アプリと組み合わせてアノテーションなどをつけていただくことができる組み合わせは自由自在というところになります。でまた3種類ほどアプリの種類としてはありましてイルミナ製のアプリですね基本的にフリーなものです。でまたイルミナラバーアプリしてこちらはユーザーガイドなどはないんですけれども自分で使って試していただくものですね。この右側に三角フラスコみたいなラベルがありますのがいろいろなラボアプリでして例えばこちらですとファスト QC ですとかファスト Q ツールキットイカとか VCAT ですねあと SRA リポーターですとかこういったものが含まれております。で他社製アプリなんですけれどもこちらは他社製ですので他の賛同していただいている会社さんにサポートいただくんですが有償のものと無償のものがございます。いろいろあるんですけれどもカテゴリーとしましてはこちらの右側にお示ししておりますように疑心検診ですとか、RNA シークあとは、メタゲノム用のカテゴリーですとかね、あとプロテオミクスなどのカテゴリーもございます。狙いはですねサンプルトゥアンサーという標語なんですけれども皆様に、サンプル調整のところからアノテーションそしてレポーティングのところまで楽にノンコマンドで、解析を行っていただきたいというところで行っております。でここでですね少し開発系の話に移らせていただきたいんですけれどもベーススペース始まりは2011年でコンセプトをコミットしたのが2011年6月になります。そこから、素早く最初のリリースを行いまして2011年10月から、皆様はベーススペースにアクセスできる状態になっておりました。で、その後マイシックをまずつなげられるようにしましてこれが2011年12月ですね。であとは API、REST API をリリースしたのが2012年10月ですとか、さらに2013年、2014年にも、次々と機能をリリースしていきましてこの真ん中にあります通り2013年7月にはベーススペースの Ruby SDK を統合データベースの片山先生と一緒にリリースさせていただきました。それから、その後初めてのワールドワイドデベロッパーカンファレンスというものが2013年10月に US アメリカで、行われたんですけれども、それをですね日本でもぜひやりたいということで、昨年10月ですね、統合データベースの皆様のご協力コラボレーションのもと実現することができました。でここのメインテーマがベーススペースなんですけれども一言で言えばみんなドッカーについて考えたっていう回です、はい、で、皆様参加いただいてご興味いただいて、
で今に至るというところですね。でベーススペースはかれこれ生まれてから4歳に成長いたしました。ということで皆さんもしログインしたことがない場合にはぜひ一度ベーススペース .com に今アクセスしていただいて、右上の緑のサインアップボタンですね、メールアドレスお名前を登録してちょっと使ってみていただければと思います。はい、でもう一つ、データ入力がどこからできるかというところなんですけれども、入力パターンが増えてますので1枚、差し込みました。こちらがデータ取り込みパターンですね。推奨されますのは、ラン中のデータを逐次アップロードするという左下の使い方になります。で続きましてリリースされたのが弊社の、パブリックデータセントラルというところにございます、クラウドである公開デモデータの取り込みを行う方法、右上ですねになります。こちらは例えば新しい装置ですとか新しいキットをリリースさせていただいたときにデータセットをそこに置いてご自由に評価していただけるようにする仕組みのものです。あとはその次に出ましたのが左上のファストQや VCF のアップロード、フォルダアップロードですね。こちらができるようになりまして、フォーマットなど条件があります。イルミナのデータだけですとか、1回にアップロードできるのが1サンプルまで、1サイズの1ファイルのサイズが 25GB までですね、などありますので、マイゼックのちょっとしたデータをですね、アップロードしていただくには便利かなと思っております。あとは、比較的最近リリースされました右下の、アプリですね、SRA エンポートラボアプリからの取り組みになります。こちらは、アプリを押していただいた後、入力するところはこの3つだけなんですけども、アナリシスネームはデフォルトで入ってまして、あとは取ってきたい SRA のアクセッションナンバーを入れていただいて、その後取ってきたデータをどのフォルダに入れるかというのを指定して、あとはコンティニューとしますと、インポートされる、ファストQがインポートされるということになります。ただし、ご注意いただきたいのは、いろいろなデータと1回のポートはやはり今のところ 25GB までということになっております、はい、で最近のアップデートの続きなんですけれども、じゃあベーススペースクラウドは良しとして、インターネットにアクセスできない人はどうしたらいいのかっていうことをお声をいただいたので、ベーススペースオンサイトというクラウド環境をローカルマシンに積み込んだようなイメージの製品をリリースさせていただいており、これのバージョン 2.0 が、近々リリース予定となっております。バージョンアップで何が変わったかといいますと、アプリが増えたということと、ハイスクの対応を予定しております。あとはですね、先ほど の発表にもありましたけれども、中のクラウド環境を作る、クラウド二次環境を作るには、オープンスタックを採用させていただいております。で駆け足でかなり駆け足できましたけども、まとめと予定になります。まとめは、ずらずら書きましたが、ベーススペースではサンプル管理、データ算出解析レポートまで一元管理できる、またデータ領域 1TB まで無料になっており、シーケンサーのリアルタイムモニタリングができるというところも特徴です。過去のLAN管理、解析管理ができます。イルミナでアノテーションデータベースをベーススペースクラウド上で一時管理しておりますので、アノテーションをつけるアプリがございます。また、多様なアプリですね、他社さんにも、賛同していただいてアプリを設定しております。アプリは、弊社のものに限りましては過去のバージョンも使用可能として、バージョンが新しいのが出ましたらバージョンナンバーを振ってそのまま載せております。中間ファイル、ログですとかインプット条件なども記録されてございます。また豊富なデモデータをご提供しておりますので、評価をすぐ始めていただけると思います。あとはベーススペースアプリの開発環境があり、AMI のマルチノードを使用することができます。また課金の仕組みがあるということも一つ特徴かと思います。で、ネットに接続できない場合の利用方法、ベーススペースのサイトのご提供を始めましたというところです。近い予定、無理やり書いてみたんですけども、バージョン 2.0 のベースベースオンサイトのアップグレード、あとはアプリの追加が本当に随時ありまして、こちらのスライドも、まあ、最初さっきまで作ってたんですけど、先ほど先週作ってた時にはなかったアプリが先週リリースされて、ターゲティング RNA とスモール RNA のアプリがさらに追加されておりました。逐次、随時
アプリが追加されています。あとはベーススペース上でですね、グループ管理の機能のご要望が多いので、こちらを近々開発されるという情報を得ております。でこちらにご参考のユーザーガイドですとか、ツイッターの ID、 また開発向け情報なども載せておりますので、よろしければぜひご参考ください。ありがとうございました。